はい、こんにちは。お茶の水女子大学の問題を紹介いたします。お茶の水女子大学、国立の女子大学ですね。国立の女子大学はここと奈良女子大学の2つだけなんですけども、国立で女子大学っていうのは憲法上どうでしょうかと。私立だったら、私人間、私人間同士には憲法は適用されませんので、憲法っていうのは国家を名当て人とした法律、国家に対して何々しちゃいけませんよって法律なんで、他の法律ってのは国民を名当て人とした刑法とか民法とかってのは人殺しちゃいけませんよとか、金借りたら返せよとかっていう、普通の法律は国民を名当て人としてますが、憲法は国家を名当て人としてます。なんで、憲法14条で法の下の平等、男女差別しちゃいけませんよってある点に関して、じゃあ男子学生が入れない国立大学があっていいのかっていう問題はあるってはありますね。まあ、ただもちろん設立の経緯として差別されていた女性、選挙権がなかったとか教育の機会が少なかったっていうのを救済するっていう合目的性があった時代はまあ良かったと思うんですけども、今の時代でどうなんでしょうかと。女子教育、まあ、最近医学部で入学差別とか女子差別らしい点もあったりはしますが、まあ現時点でほぼ女子大がなければ女子の教育の機会が確保されないっていう点はないんで、まあどうでしょうかと。ただ裁判所っていうのは事件を自分から探しに行って、あ、これは憲法違反だっていうようなことはしないんで、誰かが、男子高校生が願書を出したけど断られたっていうので、訴えて初めて問題になるんで、今のところ問題にならないでしょうということです。まあ、それはどうでもいいとして。まず、三次関数の問題です。まあ、こういった三次関数があって、原点 O と点 A は3、X 座標3で、この関数上の点。だ2点決まった点です。で、1点 P だけが、まあ、この関数上動くと。で、その時の三角形 OAP の面積が最大となるような T。T はまあ0以上4以下ですよ。この4っていうのはまあ、このグラフを書けばなぜ4かはわかるし、3っていうのはこれと同じになっちゃうんで、A と P が重なっちゃったら三角形にならないからまあ、T のと3は当たり前と。じゃあ、とりあえずはまあ、このグラフ書くのに、まあ、一目原点通るのはもう明らかと。で、X でくくれるんで、残り二次式だから、まあ、二次方程式解けばいいんで、残りの点も出せるかなっていうんで、じゃあとりあえずは、残りの X 座標との交点を出すと、プラス8なんで、X マイナス2とマイナス4だから、まあ2と4で交わるっていうことからも、もう極中は持つのはもう明らかと。じゃあざっと書くと、原点通って、2と4で交わると。なんで、まあ、こんな感じ。で、まあ、一応、まあ、どこが極大値かとか、接線の方程式も後で実は出したいんで、微分もしとくと、3x 次乗マイナス 12x プラス8。で、これは極値、極大値、極小値の点はあんまりいい数じゃないから、特に出す必要ないかなと。で、原点 O と、3っていうのがまあこの辺にあって OA で P がこの関数上のまあだからここまでってことですね。だから4までと、ここまで動くと。じゃあその時の面積の最大値は、最大になる時の T はっていうと、まあ私がやった方法っていうのは OA 決まってるんで、あとはじゃあ高さが、これ T がどこまででも動いていいんだったら、これはもうそれはもうこっちの方に行きゃそれはもう面積どんどんでかくなると。で、別にこっち側も大きかったら、こっち側だって、どんどんでかくなると。t がどんどん、どこまででもいいんだったら、もうそれはもう、最大はもう無限ですと。で、要するに、底辺決まってるんで、高さが高くなればいいっていうんで、で、じゃあ、高くなればいいんだったら、この絵から明らかなように、この接する瞬間、この辺で言うならば、この接する瞬間が一番高くなる。これと平行。で、もちろんこっちの方が絶対それはでかいに決まってるんですけども、t はここまでなんで、じゃあこの接線がこっちなのか、こっちなのかによって話変わってくると。で、もしも接線がこっちだったら、それはここが最大ですよと。で、もしもこっちだったら、それはまだ t はでかくなればなるほど面積でかくなるんで、もしも接線が、この高さがこっち、だったらば、この方がそれは t イコール4の方がそれは面積でかいですねっていうんで、まずこの接線の式出して、それがこの
F カッコ X と交わる、もう一点交わるのが、4よりもこっちなのか、こっちなのかがポイントになってくるかなと。ということで、じゃあとりあえず、まずこの A っていうのが3で、Y 座標は27-54+24。なんで、-3。なんで、じゃあまず OA っていうのが、Y=-X。傾き -1 で原点取ると。じゃあこの F カッコ X で傾きが -1 になるような接線と0から4の間で、まあこの式出してみようっていうんで、まあ微分写式の傾きが -1 だから、 3X+12X+8 が -1 になるような X っていうのはプラス9が0なんで、X2-4X+3 が0。X-1X-3 が0ってことは、1と3で傾きがマイナス1ってことは、あ、じゃあ実はこれ接線だったんですね。接線だった、こっちは。で、じゃあ、X=1 の時の接線の式は、傾きがマイナス1で、で、この座標は、1-6+8なんで、3。4。9-6だから、1-6+8。3か。なんで、3=-1だから足す4、プラス4。で、じゃあ、実は、ここぴったり通るのねってことが、まあ、実は分かっちゃうんですけど、まあ、一応今目的としては、この直線と、この元の関数がどこで交わるかを出すのが目的なんで、じゃあ一応ちゃんと連立させるならば、X3-6X+8X が -X+4 で、交点求めると。X3-6X+9X-4 が0と。で、この3次方程式は X-1 で重解を持つのは、この直線はこの関数と1の地点で接しているので明らかと。じゃあもう1個の一次式は最高次数はもう1なんで X。で、これの2乗した定数の1とここかけてマイナス4、だからまあマイナス4と。ということで、あ、ぴったりここねってことが分かると。じゃあ、最大の面積を与える t は1の時と4の時、両方同じですね、ということで、t=1,4 と。で、まあ私やったんですけど、回答は全然違、全然でもないですけど違って、回答の方のやり方は、まずこの直線が、y=-x は同じで、まあ移行しちゃって x+y が0と。点と直線の距離ですね。点と直線の距離でやったと。この直線と、この点 P、t=(t^3+8t)6t^2+8t。この直線とこれとの距離で t の式を表して、それが最大になるっていう t を求めてました。もちろん、t は0から4の間です。ということで、点と直線の距離でやると、点と直線の距離の式は、大阪大学で証明出ましたけど、ここではちょっとそのまま使っちゃうと、1+1のルートなんで、ルート2分の絶対値、ここにこれ入れて、ここにこれ入れればいいんで、t+t^3-6t^2+8t と。っていうことは、これは、でも、これが一番でかくなればいいんで、とにかく。もう、ルートには関係なくて、f カッコ t を、絶対値で t^3-6t^9t と。これの0から4における最大値を出せばいいと。じゃあそうすると、まあ、微分しちゃって、ちょっととりあえず一旦絶対値抜いて微分しちゃって、3t^-12t+9 と。そうすると3括弧 t^-4t+3なんで、3括弧 t-1t-3 と。いうことは、
この関数は、で、しかも、0。で、0と、どこ取るんだ ?t 次乗マイナス 6t プラス9だから、t カッコ t 引く3の2乗なんで、3で接して直小じゃない。で、しかも、t が正だったら、これ正は保証されてます、ね。まあ、じゃあグラフで言うと、こう来て、こうです。ここは3で1。なんで、じゃあ、0から4の間で最大は極大値の時の1と、あと4の時も実はまあ同じ値になるんで、1と4ですっていうふうにやってましたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。